はい、どうも皆さん、こんにちは、みさでーす。ということで、本日はですね、ハロウィンサティロスということで、グランデフェスにて新登場した3キャラのうちの1人なんですけれども、今回は、サティロスの評価の方を行っていきたいなというふうに思います。サティロスは今回の新登場キャラの中でも、わかりやすく注目を浴びてるキャラというか、今んとこ一番評価高いんじゃないでしょうか。他のキャラももちろん魅力はあるんだけど、パッと見ですごい魅力的だよね。強いよねっていう風に言われてるのはサティロスな印象があります。見た目的にも魅力が溢れていますから、はい。そういった意味でね、サティロスは結構注目の的だと思うんですが、かなり使い方強いなっていう風に思った部分とか、あと今回はコスモス HL で結構面白い動きができたので、そちらの方の紹介をしつつ、その他の諸々を紹介していきたいと思います。はい。で、サティロスの性能なんだけど、基本的にはアビリティでアタックしていくアタッカーっていうような感じですね。アビリティ軸、もしくは扇軸で採用ができるかなっていうような感じです。はい。逆に言うと、通常攻撃アタッカーとかではないので、そのあたりはちょっと注意が必要かな。うん。高難易度のフルオートとか、高難易度単純に攻略するとかで、特に、実力を発揮できるキャラクターですね。短期戦だったら、そこまで強くはないっていうような、特徴がある。他のサティロスと同じく、トゥインクルっていうやつがあって、このトゥインクルを消費してアビリティをそれぞれ使っていくっていうような形になります。ニアビが敵が特殊技を使用時、トゥインクルを1消費して発動したりとか、3アビがトゥインクルを4消費して追加効果を得るとか、トゥインクルを貯めていくっていうのが結構大事になります。で、その肝心のトゥインクルを貯める方法としては、聖召獣キャラがアビリティを使用するか、非ターゲット時っていうのが条件になってトゥインクルが溜まっていきますね。もしくは、奥義使用時にトゥインクルが2溜まるっていう風になってるので、奥義軸で奥義をバンバン打つ。もしくは、種族聖召獣のキャラクターでアビリティを打ちまくるっていうのがトゥインクルを維持するためには重要なポイントになってくるかなっていうような感じになってますね。うん。その中で、条件としてすごい相性がいいのが、こちらのメイガスですね。メイガスは、アビリティダメージアタッカー、サティロスと同じくね、アビダメアタッカー、かつ、奥義使用時に自分のダメージアビリティが即時使用可能な聖召獣なんですよね。1アビと2アビが即時使用可能になるので、トゥインクルをバンバン貯めながら、アタックしていくことができるから、すごいメイガスと相性がいいキャラクターになってます。はい。で、ニアビの性能は HP を回復、弱体効果を2ターン短縮。で、アビリティ性能アップ累積っていう風になってて、うん。既存のサティロスの上位アビリティみたいな感じになってるね。うん。で、あとは、ターン終了時、トゥインクルを2消費して、1アビが自動発動するっていう風になってます。1アビのダメージは、聖召獣の数に応じてダメージ回数がアップするので、できるのであれば聖召獣で染めていった方がダメージ効率はいい感じになってますね。はい。ただし、聖召獣で染めなくても、2アビ3アビの効果で十分戦える。あと、ディスペル要員としても活躍するんですよね。1アビの効果で、闇属性アビダメを1500万与えるごとに無属性ダメージ、プラス強化効果を1つ無効化するっていう、ディスペル要員としての役割もあるから、聖召獣でがっつり染めなくても、例えばこういった感じ。サティロス、メイガス、セバスチャン。今回使っていくのこれなんだけど、こういう構成でも全然戦える。全然その役割を果たせる。みたいな感じになってますね。はい。相性のいいキャラクターとしてはメイガスを挙げたんだけど、聖召獣染めをする中で相性が悪いなーって思ったのは、やっぱりちょっとリッチョですかね。リッチョは強いキャラクターで、どうしても入れたいというか、そういう側面があるんだけど、極力入れたいなっていうキャラクターではあるんですけど、デバフの数に応じて敵に追加ダメージを与えるっていう効果があるんだよね。で、サティロスってニアビの効果によって弱体効果2ターン短縮しちゃうんで、それでどうしても、リッチョの追加ダメージが少し発生しづらくなります。はい。ただそれを加味しても入れる価値はあるかなみたいなところはあるので、正直難しい部分。リッチョ入れても全然戦える。んだけど、ちょっと相性自体は基本的には悪くなってるかなっていうのが、印象だね。うん。でも全然使えますよ。はい。といったような性能になってます。で、LB についてなんだけど、基本的には、覚醒は防御タイプがおすすめになってますね。うん。基本的に耐えていくタイプのキャラクターになってて、かつ3アビで全体カバウを使っていくっていう感じになるので、うん。まあ、基本的には体力を高めていく方が幸せになれるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、今3振ってるやつと1振ってるやつは結構多めに振っちゃっても問題ないかなっていうようなところです。敵対心は少し悩ましいようなところになってて、振ってもいいんですよね。非ターゲット時っていう条件でトゥインクルが溜まるので、敵の通常攻撃が多段ですっていう場合においては敵対心を振る効果はあったりする。まあ、ここはお好みですかね。防御アップを振るのであれば、回復性能に振った方が効率的にはいいのかなって思います。サービの効果で火ダメ軽減とか光ダメ軽減とか、まあ、そのあたりもあるので、まあ、防御アップそんなに効果は、まあ、ないとは言わないけど、まあ、HP 振った方が効果的には多いかなとは思う。まあ、自分のできる限りで振っていくといいんじゃないかなと思いつつ、攻撃力はいらないかなっていうような感じですね。はい。で、基本的な使い方としては、土サティロスの似たような感じで、癖なく使えるアタッカーっていう風になってます。フルオートで使えます。古戦場の 200L で使えます。250L で使えます。だったりとか、例えばだけど、ホルスで使えますとか、シュバマグ HL で使えます。シュバリエクレドマグナ HL で使えます。とかで、まあ、適当にぶっ込んで問題ないっていうようなキャラクターになってますね。はい。で、まあ、そんな汎用性の高いスーパーアビダメアタッカーなんだけど、まあ、ちょっと今回面白い使い方できないかなってことで、コスモス HL に持って行ってみました。はい。コスモス HL もね、かなり優秀な動きができたんで、まあ、ちょっと紹介ですね。今回の編成は、シールドスウォーン、サティロス、メイガス、セバスチャンっていうような感じ。セバスチャン珍しいんだけど、まあ、これちょっとお試しで入れたら調子良かったですね。まあ、割と結構自由枠な部分があるんですけど、ここのセバスチャンの枠は。まあ、ちょっとヒット数が多すぎて、青側に偏っちゃうので、この編成は。まあ、セバスチャンの枠は、まあ、どちらかというと単体大ダメージ系。のキャラクターがおすすめです。リッチョとか入れちゃうと、右側に振り切っちゃうので、まあ、聖少獣を入れるにしても、左側に傾けられるようなキャラクターを入れておくといいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、武器編成こんな感じで、まあ、コンバットサプレッションでぶっ込むみたいな感じだな。コスモス HL フルオートでやるんだけど、コスモス HL フルオートって普通に装備必要なんで、まあ、装備はばっこりしてる。ごめんけど。そう、申し訳ないけど、装備はばっこりしてます。はい。ばっこり、逆こり、ばっこり。はい。こんな感じです。それじゃあ、早速行ってみましょう。対戦よろしくお願いします。いきまーす。はい。結構削れてるコスモス HL に入っちゃったんだけど、まあ、ちょうどいいですね。79%。で、動きとしては、こうやってアビリティダメージを上げながら、あとタンクもしてくれるっていうような感じですかね。まあ、1アビ、あとね、ディスペルが今回かなり偉いです。75%、50% の特殊技とかで、紅葉がつくんですよね、コスモスって。そう。その紅葉が結構うるさいんですけど、まあ、そのあたりをですね、綺麗な感じでディスペルしてくれるので、動きに猶予が生まれるっていうのが魅力的な部分かな。ちょっとリロードしてもいいですか？はい、ここ。で、75% の特殊技がここで飛んできて、75% 特殊技飛んできて、この状況で、紅葉とかつくんだけど、この辺りで、アビリティダメージをしっかりと与えてあげると、ディスペル打ってくれるんですよ。ほら、こうやって。ディスペル打って、強化効果をですね、剥いでくれるんですよね。今回、セバスチャン入れた理由としては、1アビを使っていくと、毎ターン HP 消費しちゃうんだけど、ダメージアビリティが即時使用可能になるんですよ、毎ターン。で、それによって、アビリティダメージを稼いで、サティロスの1アビの効果のディスペルを発動させるために、今回はセバスチャンを採用してます。はい。まあ、これによってですね、こういう、ここのターンの紅葉が、剥げるんで、1ターン猶予を得るんですよね。そう。コスモス HL って、フルオートすると、どうしてもですね、特殊技あんまり解除できないんですよ。そう。特殊技がどうしてもあんまり解除できなくて、このタイミングで CT マックスになって特殊技を食らっちゃいましたみたいなね、パターン結構あるんですよ。なんだけど、そのあたりの紅葉効果を剥ぐことができることによって、敵の特殊技を食らう頻度を下げることができるんですよね。その特殊技の頻度を下げることによって、全滅技が飛んでくるパターンを削って、まあ、安定感高く敵の討伐を目指しましょいっていうのが、今回の編成のコンセプトになってますね。はい。これで 50% いて、まあ大体ね、まあ動きにもよるんだけど、8ターンぐらいかな。うん。大体8ターンぐらいで、まあ、青箱確定になりますね。はい。で、50% の特殊技がここでギャンと飛んできて、うん。で、まあ、サティロスはニアビの効果によって HP 回復とかもあるから、そのあたりも込み込みでですね、安定感高くコスモス HL いけるから、結構悪くない選択だなっていう風に思いました。はい。一アビのね、まあ、光のマキラ、クリスマスマキラのような一アビを持ってきてるわけなんですけれども、うん、まあ、そのあたりがですね、なんか、コスモスには綺麗に刺さってるなーっていう風に触ってて思いました。はい。まあ、これで青箱確定ラインに入ってますね。だいたいこれ8ターンかな。うん。あ、ごめん、7ターン目ですね。これ7ターンで青箱確定っていう風になってます。はい。結構悪くない形になったんじゃないでしょうか。ということで、サティロスの使い方でした。はい。基本的には普通のフルオートにぶっ刺すだけで、いいアビリティダメージ、プラスディスペル要因として活躍してくれるんだけど、コスモス HL だと、まあ、紅葉剥がしみたいな感じで使ってあげると結構安定して狩れるので、素晴らしいんじゃないかなっていう風に思います。アビリティダメージと、扇ダメージで戦うっていうことで、まあ、通常ダメージで戦うよりも、装備の敷居がすごい低めでも大丈夫っていうところも魅力的なんじゃないかなっていう風に思ってます。サティロスね、まあ見た目的に好きな方も多いと思うんだけど、まあ装備なくても大丈夫かなって悩んでた人は、もう全然使える性能になってるんで、まあぜひとも聞いてみてもらえればなというふうに思います。サティロスの使い方でした。参考になれば幸いです。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。